そう、ちょっと前にツイッターでさ、まあ言ったんですけど、まあ、僕2年半前とかなっちゃう、2年前かな、ちょっとまだ2年前にその開胸手術したじゃないですか。低腫瘍っていう病気だったんですよね。これがそのもう完全にもう運というか生まれつき持ってたもの、それがこの年になってまあでかくなっちゃって、で結局でかすぎて胸開いて取ったんですけど、腫瘍を。でその時にまあ悪性腫瘍かどうかはちょっとまだ分かりませんみたいな、良性の部分もあるけどみたいな話をしたんだけどね、当時。結果的に言うと、まあ、病名自体はもう悪性奇形腫瘍だったんですよ。悪性だったんですよ、結局。で、だからその再発の可能性が一応高いっちゃ高いから、あれからまあずっと、だいたい2ヶ月とか3ヶ月、まあ、最初はもう1年半とかはずっともう1ヶ月ごとにその再発してないかどうかを見るっていう検査をずっとやってて、悪性腫瘍でした。悪性奇形腫瘍っていう病気でしたね、結局。がんと、なんかね、がんとはまた違う、すごい専門的なことだから僕はよくわかんないんだけど、一応、良性腫瘍、悪性腫瘍とがんって、まあ、その、一応、がんとはまた違うらしいんだよね。僕の場合、なんか、奇形腫瘍っていうのは、まあ、だいたい9割ぐらい、良性なんですよ。良性腫瘍の病気なんだけど、まあそれがたまたまちょっと悪性の部分があって、結構珍しいかもしれないね。若いからその進行が早い、もし広がってたら。っていうことで多分その数ヶ月に一回検査なんだけど、まあ今のところはその再発のね、感じは全然ないから大丈夫なんですけどね。まあでも、多分なり始めててもすごいちっちゃいだろうから、結構ある程度な大きさにならないとわかんないだろうね、再発してるかどうかって。いや別にね、ほんと僕、ねえ、これ、僕さ、なんか病気とかが多いから、なんか不健康なんじゃないかって思われてんだけど、いや、もういたって普通だし、あの、どっちかっていうと筋トレしてるから、食生活もだいぶ気をつけてる方ではあるんだけど、マジで運なんですよね。ね、心臓の病気、あの、心筋炎とかも、たまたま風邪のウイルスが心臓に行っちゃったんだよね。奇形腫瘍も生まれつきたまたま種みたいの持ってて、みたいな。本当にたまたまなんやよな。再発したら、もし再発したら、一回もう胸開いちゃってるんで、同じような胸にできてしまったら、もう抗がん剤治療しかない。言われましたね。その、もう手術どうのこうのじゃなくて、もう切れないから、抗がん剤治療で、頑張るみたいな。まあでも今本当治るらしいからな。早めにやれば。でもそうしたら、再発したらもう、抗がん剤治療だ、あれでしょ、多分頭がつるっぱげになるから、もうそれ YouTube やるわ。YouTube 動画撮るわ。コンテンツにするわ。治療中。去年2年前ぐらいか、その、がん保険入りましたよ、やっと。今まで入ってなかったけど。うちの家系さ、めちゃくちゃがん家系なんよな。本当に一個飛ばしでおじいちゃんとかが、がんで若くして やられてるから、亡くなっちゃってるから、まあ、順番的に言うと、お父さん元気で、だから次僕の、順番的に言うと代々、次僕だからガン。まあ、ちょっと気をつけないといけないですね、マジで。本当にうちの影ガンで、マジ50、60? めっちゃ若くして、みんな死んじゃってんだよな。ちなみにお父さんハゲてるから、多分それは遺伝しそうだな。最近一個嬉しかったのが、その、手術してから、その胸の傷口のところに、なんかね、血の塊か、糸の塊かわからないものがずっと飛び出してたんですよ。胸から。胸の傷から。なんかほんとね、なんかちょこんって、こんなこれぐらい飛び出してて、これはもう指だからちょっと誇張しすぎだけど、ちょこんってこう飛び出してるのがあったんだけど、それがなぜかなんか取れてた。2年にしてやっとなんかどっかで取れてたんだよね。あれは一体何だったんだろうかっていう。だから結構傷口がスッキリしてる今。20代で、ですね、合計3回ん ?3 回か ?3 回入院か。20代で3回入院、2回救急車っていう、なんか30代は元気よく。とりあえず入院はせずいけたらなと思いますね。あ、今年29になるね。今年29になります。あのですね、皆さんね、まじ救急車はすぐ呼んだ方がいいです。おかしかったら。僕ね、心筋炎の時に、これ痛いけど、いや、めっちゃ痛い。あ、でもどうしよう。夜中だったからさ、病院行こうかな、どうしようかなってすげえ悩んだ結果、まあ、行くかって言ってタクシーで行ったんですけど、
あれマジで救急車呼んだ方がいいです。よかったですね。胸、まあ胸ら辺の痛みを感じた時はすぐ救急車呼んだ方がいいですね。死にかけましたガチで。なんで救急車呼ばなかったんですかあなたって言われましたね。その深夜病院に行って即入院でした。そっから救急車呼ばなかった、マジで危なかったっすよって言われて、胸ら辺の痛みはなるべく早く救急車呼びましょう。マジでね、あれはなんで僕もタクシーで行ったのかわからなかったけど、本当に悩むけどね。そう悩むよ、救急車これ呼んでええんかなみたいな。その心臓系はねマジで取り返しがつかないから、まあやっぱすぐ呼んだ方がいいっすね。ヘッケほんと面白いマジで。エペやってるとどうやったら上手くなれますか、どうしたら勝てますか、何意識してますか、感度何ですかとか、そういう質問なんだけど、 COD やるとねどっちかっていうと人生の話とか職業とか、なんか親知らず抜くかどうかとか子供の話とか、そういう大人の話になるね。もうあんまゲームじゃないよね、みんなも。みんな大人になったっていうことですよ。もっとすごい質問だ。どういう生き方をすれば幸せになれると思いますか？お金ではないと思うんだよ。お金ではないと思う。もちろん、その、幸せになるって意味は、ある程度はお金は必要だとは思うよね。もちろん、そんなにこう、不自由なく。暮らせるぐらいのお金はもちろん必要だと思うけど、ただお金でって感じでは僕はないかな。まあやりたいことがやれてる時は一番だろうけど、僕もねそれは今後20代は楽しかった、でも30からこれからってなってくるとを考えた時に何が幸せかって言われたら、まあとりあえず健康で、まあ好きな人が隣にずっといて幸せに健康に生きてられれば、安定してればそれで幸せかなって感じはするんだよね。だからあんまりこうこれ以上お金大金が欲しいとか、なんかそういう感じではない。なんか安定になってきたかもしれない。本当に今このままがずっととりあえず二人とも健康でとか、幸せの沸点、ああそれもあるね。中華料理屋行ってさ、ラーメンに浮いてた葉っぱかな、なんか三つ葉みたいなやつがハートの形やったんやけど、うわーハートやんこれって思いながらそれに幸せを感じてたから、それぐらいでちっちゃいことで楽しいって思う。あ、ネギか、ネギだ、ネギがハートの形やったから、うわーハートやんって言ってツイートしたんやけど、あれぐらいでも楽しいって思えるんだったらいいのかもしれない。